皆さんは E 国への入国はお済みですか？僕は目的が不明確だと入国審査官に詰められました。どうも、ドクターアインシュタインの助手のビボです。今回はステップンにイーサリアムが導入されてしばらく経ちましたので、今のステップンの現状について解説していきたいと思います。ステップンをやっている方やこれから始めようという方にとって有益な情報になりますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。では本編に入る前に一つ大切なお話があります。仮想通貨で結果を出すには情報の鮮度が命です。今後はこのような熱い案件をお届けする際に動画ですとどうしてもラグが発生してしまいますので、最新の情報をいち早く受け取りたい方は動画概要欄のドクターアインシュタイン公式 LINE に必ずご登録ください。また公式 LINE では仮想通貨の抽選企画や NFT のミント券の抽選企画など、ドクターアインシュタインだからできる特別な企画を様々配信していきます。完全無料参加するだけで価値がありますので、必ず LINE 登録をお願いします。この瞬間が一気にあなたの収益を築き上げるターニングポイントとなってきます。それでは本編に移っていきましょう。ステップンとは、今更ステップンを知らないという方はこのチャンネルの視聴者様にはいらっしゃらないかもしれませんが、一応説明しておきますと、ステップンはムーブトゥーアーンの先駆けとなったプロジェクトで、靴の NFT を持って歩くことで仮想通貨が稼げるという画期的な仕組みを世間に知らしめることになりました。今年の前半期はステップンをはじめムーブトゥーアーンのアプリが大流行し、中にはステップンで送り人になった人もいたみたいです。しかし5月くらいから仮想通貨全体が下げ相場になったことと相まって、ステップンのトークン NFT も暴落し、まともに稼げるという状態ではありません。ちなみに僕は4月くらいに靴を購入してまあまあ損しました。絶対に許さないからな。ステップンはもともと仮想通貨ソラナを基軸に作られたアプリでした。ステップンではソラナで靴の NFT を購入し、 GST というステップン独自の仮想通貨を受け取っていきます。この GST も一番高い時だと1000円くらいの価値になったことがあり、多い人だと1日に何万円も稼げてたりしたわけです。そしてソラナのステップンがピークを迎えて少し経った5月、今度は BNB チェーンのステップンも始まります。 BNB のステップンは空前のバブルに突入します。靴 NFT 自体も高くなりますが、稼げる GST の価格も高く、1日に何十万円も稼げる人が続出しました。そんな BNB の靴や GST も今となっては完全に下がってしまいましたが、そしてステップンではチェーンによって分けられた経済圏をレルムと言います。ソラナのステップンであればソラナの頭文字を取って S 国、 BNB であれば B 国というふうに言っています。稼げなくなってしまったステップンですが、先日7月18日、第3のレルムイーサリアムチェーンを軸にしたステップンが開始されました。E 国ですね。また E 国のステップンは靴の NFT にバナナをモチーフにしたデザインが施されています。これは超有名なコレクティブ NFT ボアードエイプヨットクラブを意識したようで、ビジュアル的な変化を加えることでよりコレクティブルな NFT にしたいという運営の思惑があるようです。なので E 国はエープ国、 A 国とも言われています。では E 国の現状について話していきたいと思います。まずは軸となるイーサリアムですが、現在20万円弱くらいです。そして靴のフロア価格が 1.7 イーサくらいなので、安くて34万円くらいします。もうこの時点で普通の人が新規に参入するとは考えづらいですね。そして E 国の GST ですが、こちらは現在700円くらいです。靴1足の場合1日に稼げる GST はレベルにもよりますが 10GST 前後です。つまり1日に7000円くらいですね。今後もこれくらいの価格でいくと仮定すると、2ヶ月もかからずに原資回収できる計算になります。 APY でいうと 700% 以上、これは投資としてかなり優れた数値のように思えます。ただ S 国で考えた場合、 GST の価格が700円の時、靴のフロア価格は15から18万円くらいでした。それを考えると E 国の靴がフロアで34万円というのはかなり割高に思えます。なので現状 E 国は GST の価格に対して靴の価格が見合っていないということになります。また何よりこれから1ヶ月以上今の価格を維持できるかということも B 国の例から考えづらいです。なのでこれからステップンを始めようという方は E 国に期待して今参入するというのはかなり危険かと思われます。ではどういった方であれば E 国に参入したらいいかですが、こういった方は E 国へ入国しても良さそうです。まず S 国、B 国で原資回収がすでに済んでいる、そして靴が買えるだけのトークンを稼いだ、こういった方は E 国へ挑戦していってもいいかと思います。今回の内容をまとめますと、7月18日にステップンのイーサリアム版が開始、
今のところ靴、GST ともに価格は高い水準にある。しかし S 国の頃と比べ、靴の方が割高。今のところ E 国への新規参入は控えた方が良さそう。すでに S 国、B 国で原資回収していて、余剰資金のある方は E 国へ参入していっても良さそう。以上となります。今回の動画が参考になったという方は、チャンネル登録と公式 LINE の友達追加をお願いします。今後ステップン以外にも稼げるムーブトゥーアーンがありましたら、配信でもお知らせしていきます。今回の動画は以上です。それではまたお会いしましょう。